カエサルとリーダーダの条件第1回はカカエエササルルとナポレオンカエサルのリーダーとしての卓越した資質はカエサルを信奉し自分の英雄と見ていたナポレオンと比較すると分かりやすす。いいように思いますまず最初は組織集団におけるリーダーの重要性をこの上もなくシンプルかつ的確に表現したナポレオンの言葉。 一頭の羊に率いられた百頭の狼の群れは、一頭の狼に率いられた百頭の羊の群れに破れる。図で示すと、こうなります。世の辞書に不可能という文字はない。これは、よく知られたナポレオンの言葉ですが、ナポレオンはこうも言っています。不可能は正真者の幻影であり、権力者の無能の証であり、 卑怯者の避難所である。ナポレオンは状況は動かないものではなく変化するものでありその変化をもたらすのは優れた指導者だと考えていました「状況何が状況だ俺が状況を作るのだ」と豪語していました次もナポレオンの行動原理の本質を示す言葉「愚人は過去を賢人は現在を」 強人は未来を語る。与えられている時間、労力を無駄にしない、分散させないで、目の前の現実に集中的に投入することの重要性を言っています。ナポレオンはこうも語っています。私の胸にはいつも現状が全てだという気持ちがあります。それ以外を考えても望んでも時間と労力の無駄だという気持ちが、 現実の身を直視していると、次に何をなすべきかは、おのずと分かってくるのです。具体例を一つだけ示しましょう。第一次イタリア遠征。1796年3月2日、イタリア方面軍司令官に任命された27歳のナポレオンは、3月11日イタリアに向けて出発します。この時ナポレオンが率いた軍隊の状況はこうでした。 フランス革命戦争にあたって、フランス軍の軍政改革を主導し、勝利の組織者と称えられたラザール・カルノーに、ナポレオンはこう述べています。彼はナポレオンがおっぴらに言えないことを打ち明けられる数少ない人物でした。奇形にはお信じになれますでしょうか。ここには才能のある士官もいなければ、包囲戦の経験者さえ皆無であるという事実を。 有能な部下を持たないというこの絶望感、いな、ほとんど憤怒とでも表現すべきこの心境は、ご理解いただけないでしょう。もっと具体的に見ましょう。3月下旬、ニースに到着したナポレオンは、歴戦の将兵たちに、こう言います。イタリア戦戦はもう4年来、膠着状態になっている。一体どうなっているんだ。忌憚のない意見を言ってくれ。 最初に発言したのは38歳のマッセナ戦闘らしい戦闘がないので兵の士気は振るわず軍機も仕官するばかりです長らく給料は支給されませんし食料もろくにあてがわれない上に軍服はボロボロで裸足の兵が多いのです兵たちが略奪に脅奔するのも無理はありません下手に罰しようものならすぐに反抗してあちこちの部隊で反乱が起きています 今や盗賊の集団と化して最悪の状態ですさらに39歳の王次郎はこう行きまきますうちの第69反領団の兵は金をよこせさもなきゃ兵隊なんかやめだと叫んで反抗しました兵たちのものをピンハネして私服を肥やす悪徳御用商人どもを厳罰に処することが先決です 武器、装備、食料、すべてが不足。自堕落な卑劣感がゴロゴロし、新たな国王参加を口ずさむやからさえる軍隊。その軍隊で、ナポレオンにイタリア征服を要求するフランス政府。しかし、冒険に踏み出した以上、手元にあるもので最良の打開策を導き出すしかありません。軍を立て直すために次々と命令を発するナポレオン。 最初の20日間で諸連隊の食料関連事項だけでも123通の書面による命令を発しましたまた飢えや病気で驚くべき死者を出しているフランス兵の士気を高めるためにこんな演説も行いました兵士諸君諸君はまともな軍服もなければろくな食料も与えられていない政府は諸君に 大いに借りがあるというのに、諸君に何の報酬も与えることができないでいる。すべての窮乏に耐えられる諸君の辛抱強さも、すべての危険をものともせず戦う諸君の勇気も、フランス国民の称賛の的となっているというのに、その諸君は、靴もなく、服もなく、パンすらない状態ではないか。それなのに、諸君の敵はすべて満ち溢れ豊かだ。その敵の豊かな富を手にするのは、 一重に諸君にかかっているのだ諸君ならそれができるはずだ前進しようではないかもちろんこんなナポレオンの言葉もすぐに兵士たちを奮い立たせたわけではありません何より重要だったのは結果戦いに勝つことナポレオンは迅速かつ大胆な行動新手の戦法奇襲作戦も交えながら勝利を重ねていきます。 これは、ナポレオン伝説にもなっているアルコレ橋の戦い、旗を持って部隊を鼓舞しているのがナポレオンです。これは、オーストリアに対して決定的勝利をもたらしたリボリの戦い。ナポレオンが赴任してからのイタリア方面軍は、負け知らずの連戦連勝でした。当初、 ナポレオンの演説を半信半疑で聞いていた兵士たちは舌を巻きます。ナポレオンはわずか2週間で約束を果たしたからです。兵士たちはナポレオンに全身全霊を捧げるようになります。話をナポレオンの言葉に戻します。上昇将軍と呼ばれるナポレオンといえども、負け戦がなかったわけではありません。ナポレオンがリーダーとして優れていたのは、たとえ戦に負けても、 絶望的状況に陥っても平常心を失わなかったことです決して落胆しないことそれが将軍としての第一の素質であるナポレオンの偉大さについてゲーテはエッカーマンとの対話の中でこう述べていますことにナポレオンが偉大だった点はいつでも同じ人間であったということだよ戦闘の前だろうと戦闘の最中だろうと勝利の後だろうと 彼は常に断固としてたじろがず常に何をなすべきかをはっきりわきまえていて彼は常に自分にふさわしい環境に身を置きいついかなる瞬間いかなる状況に臨んでもそれに対処できたですからナポレオンのような優れたリーダーは絶望的な状況の中でも部下を奮い立たせることができたのですナポレオン自身リーダーとは希望を配る人のことだ と述べていますこれは子供たちにとっての指導者たる教育者にも当てはまります私も学生時代に出会って以来座右の銘にしているフランスの詩人ルイ・アラゴンの詩の一節にこうあります教えるとは共に希望を語ること学ぶとは誠実を胸に刻むこと以上 ナポレ一ーーてて頭のオオカミに率いられた100頭の羊の群れ俺が状況を作る賢人は現在を語る決して落胆しないいつでも同じ人間であった希望を配る人これらのリーダーの条件は実は全てカエサルが備えていた資質でもあるのです。 では、カエサルのイメージから見ることにしましょう。まず、彫像。作品によってイメージはかなり異なります。最初は、ミュンヘン・レジデンツ博物館の彫像。塩野七海さんが、ローマ人の物語、ユリウス・カエサル・ルビコン以前の表紙に用いています。カエサルの冷徹さが強調されているように思います。 これはバチカン美術館の彫像。これはナポリ国立考古学博物館。これはウィーン美術史美術館。これはエルミタージュ美術館。これは2007年に南仏アルル市内のローヌ川の川底で発見され、アルル考古学博物館にある彫像、最古の カエサル像と言われています。これはローマ文明博物館にあるカエサルの全身像これはちょっとかっこよすぎますが大好きなルーブル美術館の作品ですでは次にカエサルの人物表を見てみましょうモンテスキュー「ローマ人聖水起源論」にはこうあります この途方もない人物がどんな長所を持っていたにしても、まるで欠点のない人物だったわけではない。彼は陰燈生活に溺れ、軍を指揮しても多大の苦労の末に勝利を得ている。カエサルは、民衆の支持を獲得するために莫大な借金を重ね、借金王と言われました。また、部類の女好きで、ローマ中の商家の常連、ハゲの女たらし。 と声をかけられました。ビテュニアの王妃、すべての妻の愛人にしてすべての夫の妻、とはちょっとわかりにくいですが、ローマと同盟関係にあったビテュニア王国のニコメデス四世と男色関係にあった、と噂されたことに由来します。カエサルの性的の噂ではありましたが。 カエサルに惚れ込んでいる塩野さんはさすがに的確にカエサルを評しています。仕事面ではストイックでも私生活ではエピキュリアンであった。愛しはしても溺れることはなかった。失敗はしても即座に挽回する。冷徹ではあったが冷酷ではなかった。またイタリアの高校教科書にはこんな記述があるようです。指導者に求められる資質は次の5つである。 視力、説得力、肉体上の耐久力、自己制御の能力、持続する意志カエサルだけがこのすべてを持っていたローマ史の著者でノーベル文学賞を受賞したローマ法学者モムゼンはローマが生んだ唯一の創造的天才と評していますではカエサルが有していた トップリーダーとしての指導力について見ていくことにします先ほど紹介したイタリアの高校教科書の記述をもとに見ていくことにしますまず知力、その中核になるのが現状把握力これを身につけることの困難さについてカエサルはこう述べています人間ならば誰にでも全てが見えるわけではない 多くの人は自分が見見たいいい。とと欲することしか見ていない人間とは噂の奴隷でありしかもそれを自分で望ましいと思う色をつけた形で信じてしまう噂にとらわれず自分が見たくない現実自分にとって好ましくない現実をリアルに把握できる力をカエサルは備えていました。 現状を把握し問題点を指摘するだけでは単なる評論家です。リーダーはその問題を解決し、目標を実現する方法を提示し、実践しなければなりません。何かを生み出す行動でなければ、行動とは言えない、とカエサルは言っています。解決を求められる現状の問題が大きければ大きいほど、 個人の力だけでは解決できません。共に問題解決に向かう仲間同士が必要です。そのためには、自分の考え、主張を伝えることが不可欠です。優れたリーダーが例外なく、優れた演説家、文章家であったのは当然でしょう。古代ローマ史上随一の弁論家で、哲学者、また政治家でもあったキケロ。 彼はカエサルとは異なり共和制の範囲内でローマ社会の改革を企てていましたがカエサルの文章についてこう述べています。カエサルの文章はそれが口から出ようと手で書かれようとも次の特筆を表していることでは変わりないつまり品格が高く光り輝き壮麗で高貴であり何よりも理性的である。 肉体上の耐久力についいては説明するまででもないでしょう。時代を変えるほどの大きな現状変革に取り組めば緊張危機失敗はつきものであり自分の感情コントロール自己制御能力は不可欠です理性に重きを置けば頭脳が主人になるだが感情が支配するようになれば決定を下すのは感性で理性の立ち入る隙はなくなる。 とカエサルは言っています目標や理想は高ければ高いほどその実現には仲間同士とともに長い時間を要しますそのためにぶれない意志持続する意志が必要ですそれを可能にするのは動機自負心野心ですキケロはローマ人の理想についてこう語っていますどうか全知全能を 政治に捧げるように全世界で祖国のために功労を立てるほど輝かしく素晴らしいことはないのだカエサル自身はこう述べていますローマで二番になるより村で一番になりたいものだまたカエサルには自分の出自について次のような強烈な自負心誇りを抱いていました母の仮名のマルキウスレックスというのは ローマ第四代のアンクス・マルキウスから出ています。そして、私の一族の属するユリウス氏は、ウィーナスから出ているのです。そして、常々こう口にしていました。私は神々から守られている、と。これは少し説明が必要でしょう。この絵は、トロイアから逃亡するアイネイアス一家を描いています。 描かれているのは、父アンキセスを抱えたアイネイアス、息子アスカニウス、そして妻クレウサ。アイネイアス一家は、トロイア戦争に敗れたトロイア側で唯一生き残った一家です。ウェルギリウス、アイネイスによれば、一家は、故国を脱出し、長旅の末イタリアへたどり着き、ローマ人の祖先となります。詳しく説明するとこうです。 アエネイアスはアンキセスが女神ヴィーナスと交わってできた子そしてアエネイアスの息子アスカニウスはイタリア半島のアルバ山の山麓にアルバロンガ王国を築きますそして十二代目の王プロカの娘が軍神マルスと交わって生まれたのがローマを建国するロムルスです。以上がローマ建国神話です。 そしてカエサルは父方の祖先がアエネイアスであるだけでなく母方のユリウスケは女神ヴィーナスとも軍神マルスともつながる名門一族だったのです。カエサルは本気で自分がヴィーナスやマルスに守られていると信じていた信じようとしていたように思います。カエサルが敵に対してあまりに無防備で寛容だったのもそれでも自分は死なない生かされる。 と信じる高貴さを有していたからのように思います。